はいはい、本日はですねトラコ応援隊長のお二人にもお越しいただいております。隊長がいるんですよ。そうなんです。では早速お呼びしましょうか。はい、はいはい、トラコ応援隊長の NMB48、はい、川上千尋さん、そして城恵理子さんです。出たー。どうぞ皆さん大きな拍手でお迎えください。 NMB48、では簡単に自己紹介をお願いしていいですか。簡単にね、簡単に入りました。はい、はい、NMB48 の千尋こと川上千尋です。よろしくお願いします。お願いします。かわいい。チヒ。そしてはい、 NMB48 のジョーこと城恵理子です。よろしくお願いします。ジョー、ジョーちゃん、はい、ジョーって呼ばれてます。ジョーちゃん、はい、よろしくお願いします。さて昨年に続いて NMB48 の皆さんがメインビジュアルを飾っているトラコデーということなんですが、お二人どうですか今年の甲子園の雰囲気。いやでもとにかく晴れたこと自体が嬉しいですね。うん、いいですね、はい、いう気持ちいいわ。こんなにたくさんの方が集まってくださって嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。お天気にも恵まれましたが、はい、今日は千葉ロッテマリーンズとの第2戦目ということなんですが、どうですか阪神タイガースで好きな選手、今日活躍してほしい選手いますか。どっかで聞いてるかもしれないですよ。言うとけ言うとけ、はい、誰やろ、誰かな。でも私は もっぱら外人選手が大好きなので。もっぱら外人選手ほんまにめっちゃ好きなんです。珍しい、はい、そうなんですか。外国人選手、例えば、はい、例えばあのずっと、はい、まあ、もういらっしゃらないんですけどマートン選手推しだったんですよ。あ、ちょっと前までね。はい、でも最短だとかすごかった。最近だったらメッセンジャー投手だったり。メッセンジャー投手はね、はい、今すごいですから ね、はい、ロサリオ選手にも頑張ってほしいなと思ってます。ジョーさんはどうですか。私はですね、ずっと梅野選手が大好きな選手、いいですね、はい、若手で。そう、最近はずっと試合に出てらっしゃるんで、うん、あの先日は結果も残してはったんで、うん、はいはいはい、今回も結果を残していただけたら嬉しいなと思います。そうですね、今日もぜひ頑張っていただきたいですね、はい、どうですか霜降り明星のお二人、はい、かわいい、かわいい女の子がこういうコーディネートしてるっていうのは。いやこれはねやっぱ球場盛り上がりますよ、うん、あの、ほんで普段から使えるぐらいのおしゃれさ、うん、確かに。あ、そうですね。別に阪神ファンじゃない人が見てもおしゃれやなって思うようなデザインになってるのが、うん、私たちも結構ね、はい、普通にプライベートで使ってます。使ってます、ね、かわいい。そうなんですね。全然電車乗ってもね全然かわいらしいから、うん、はい、帰りも恥ずかしくないというか、うん、はい、大丈夫。男性受けも良さそうですね。ええこと言うてんねん。はい、川上さん、ジョーさんが身につけているこのトラコグッズなんですが甲子園球場でも手に入れることができます、はいはい、ステージ右手のトラコグッズ売り場や球場内のグッズ店舗でもお買い求めいただけますので、ぜひ皆さん可愛く阪神タイガースを応援しましょう。よろしくお願いします。こちらの会場でも販売しております、はい、トラコスイーツをご紹介したいと思います。甘いもん欲しなるんですよ。大好き。じゃあ涼しくなるようなスイーツを持ってきていただきましょうか、はい、お願いします、はい、スイーツが来る。スイーツ、霜降りのお二人スイーツ好きですか。めちゃくちゃ好きですよ。こいつめっちゃ好きですよ、お昼ご飯甘いのだけとかやってますよ。細いから体重何キロやったっけ。体重55です。僕55キロ、180センチですよ。うわ、カノ元カノに何て言われたんだっけ。ハグした時の抱き心地がボールペン抱いてるみたいやった。めちゃくちゃ細い。そうですよ、それで振られてますから。それで振られてますから。じゃあ食べていただきましょう。こちらから登場しますよ、はい、さあスイーツ。はーい、いただきました。なんじゃこりゃ、かわいい。インスタ映え、インスタ映え、インスタ映え。まずは2つ食べさせてもらえって。いやどんな人間やん。はい、じゃあ人間奪え。まずは川上さんからお願いしましょうか。寿司なり食べさせたってください。いや、ええねん、俺が食ってどうなん。寿司なり食べさせてください。男性陣がゲロ出すわ。俺が食って飲むし。うわ、かわいい、うん、めっちゃ美味しい。見た目も、はい、また見た目がすごくインスタ映えで、うん、インスタ映え、この流行りのオイリーっていう、オイリー、はい、この丸いオイリー、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 サラダ油、いや、オイルな、オイリー、オイリーギフト、言うけど、オイリーっていう、なんかこれ流行ってるんですよ。あ、このカラフルなやつですか。そうです、それこれオイリーって言うんですって。もう知らんわ、そんな。オイリー、あ、オイリー、はい、オイリー、オイリー、オイリー、初めて聞いた。
これベリースムージーなんですけど、すごい、はい、ベリーの味が効いてて、はい、美味しいです。美味しい、うまそう。おすすめ、なんか涼しくなれます。食べてください、ぜひ。ソフトクリームみたいな感じなんですか。スムージーは言ってるやろ。何やソフトクリームみたいな感じですよ。スムージー、こちらはですね、トラコ5種ベリースムージーという正式名がありますので、はい、うまそう。はい、美味しいです。皆さんぜひチェックしてください。そして、はい、これはですね、トラコディッピンドッツって言って、ディッピンドッツ、はい、ディッピンドッツ。何それ。私もトラコになってから初めて出会ったんですけど、ディッピンドッツに、めっちゃなんか新感覚の食感がね、アイスで、なんか、おおお、大丈夫よ。ちょっとハプニングありました。はい、これは何、ソフトクリームとアイスクリーム、あー、中間みたいなのありますね。いただきます。上がね、おお、いいね。シャッターちょっとパシャ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 、ここの鳩が飛んだんか思った。パシャ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 、おい、何やそれ、すごいわ、音。うん、おいしい、おいしい、おいしい、笑顔、笑顔、素晴らしい、トラコ笑顔。なんかあのマンゴーとブルーベリーも乗ってるんで、うわいいね、南国、ちょっと爽やかな、南国スカッてした感じで、私は大好きです。わー、はい、うまそう。食べてください。いや、やっぱどっちも見た目がめっちゃカラフルですよね。そうですよね。いいですね。はい、ジョーさんにご紹介いただいたのはトラコディッピンドッツパフェということですが、はい、どうですか、お二人はどっちが気になりました。僕ディッピンドッツ、うん、ディッピンドッツ、もともと好きやし、あのつぶつぶのアイスでしょ、カップに入ったそれの上にパフェみたいになってるんでしょ、これうまいで絶対。女子やん。ディッピンドッツ知ってんの。ディッピンドッツ普通知る。梅田のジョイポリスとかでしか買えへんのよ。俺人生でディッピンドッツなんか言ったことないよ。ディッピンドッツアイス、ちょっと珍しいですよ ね、 すよね。皆さん知ってました。スイーツ男子、ディッピンドッツうまい、ね、知らんでしょう。セヤさんはどうですか。この後に、球場で行われますファーストピッチの準備のため、こちらのステージでの出演は以上となります。そうなんですよ。早いものでお別れの時間となりました、はい、最後に意気込み、そして本日お越しいただいた皆さんにメッセージもお願いします。お願いします。今日はトラコデに来てくださって本当にありがとうございます、はい。これからまたね、この後試合が始まると思うんですけど、はい、みんなで一緒にトラコデを盛り上げていけたらいいなと思いますので、はい、熱い応援をよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。素晴らしい。はい、そうですね、私はあの初めてのファーストピッチの参加になるんで、うん、はいはいはい、すごく緊張もするんですけど、まあ、うまくかっこよく、ね、いいね、いい切り出しを切れたら、うん、いい走り出しを走れたら、はい、切り出しを切れたら、走り出しを始めたらめちゃくちゃいいなと思います。頑張ってね、はい、頑張ります。皆さんぜひ応援してあげてください。お願いします。いいね。ではここでお二人とはお別れです。どうぞ大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。バイバイ。頑張ってね、ファーストピッチ頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとう。はい、さて、はい、NMB48 のお二人にご登場いただきましたが、はい、ステージまだまだ続くんですよね。そうなんです。